はい、速稼塾の暗号通貨ニュースです。ビットコインなかなか400万円を回復しないですね。まあでもちょっと反発があって300万円を割るところはなんとか回避できたような状態です。しばらくは350万から450万の間でまあ行ったり来たりするんじゃないかなと思います。ボラティリティが大きいんでね、この100万ぐらいの上下振れ幅を確保しておかなくちゃいけないかなと思います。注目はイーサリアムなんですよ。イーサリアムは7月でちょっとした大きな、ね、流れがありますので、こちらの方の大化けに私はちょっとね、チャンスを見出したいかなと思ってしっかりと仕込んでおります。で、このイーサリアムなんですけども、もしねこの夏にこの7月8月に大きく値を変えるようでしたら、やっぱり暗号通貨市場っていうのはもう一回見直されてですね、全銘柄上がると思うんですよ。それこそビットコインを主導にして他の通貨アルトコインが上がってきたっていう流れから、今度はねイーサリアムが行ったり来たりすることによって、ビットコインをはじめ他のアルトコインが勢いを出してくるかどうかっていうところになるのかなと。だからイーサリアムがペースメーカーだと思いますね。その中でやっぱり異彩を放つのがカルダノエダなんですけども、一時期136円とかに行きましたけど、今154円というふうにね、驚異の回復ぶりです。結局カルダノが勝つんじゃないかなというふうに思いますし、今カルダノのステーキング報酬5日ごとに付与されてるんですけども、こちらの透明性がね、多くの方の安心感をものすごく喚起してですね、新規参入の方が少額なりとも増えてきてるってことは言えるんじゃないかなと思います。うん、他はですね、リップルのこと言っておきましょうか。リップルって今いくらだね、こんなとこまで来ちゃったんだ。リップル75円ですね。で、私が売ったのから100円値段が下がりましたね、100円以上ね。やっぱりベストのタイミングであれ売れたんですよ。私がだから3年半かけてリップルを見てきて、決済のタイミングっていうのはまあピタリ一致したわけですよね。で、もちろんこの後もっと持っとけば値段が上がるかもしれませんけども、まあ考えにくいですね。うん、でもどう考えるか自由なんで、リップルがこれから値上がりするというふうに信じていらっしゃる方の話もこれから少しずつね取り入れて、自分の考えがどう動くのか試していきたいなと思います。いやでもね、ビットコインでしょ、イーサリアム、それからカルダノ、この3つを持ってればまあ強いんじゃないかなと思いますね。で、リップルに関しましてはこうなるんですよ。今値段がものすごく下がって75円ですからね。でも私が買った時って42円だったんで、それから見るとまだね値段が上がってる状態なんですよ。まあ、アルトコインこれからもどんどん値が上がると思うんですけども、まあでも40億分の1とかみたいなのは何ですかね。ああいうね、40億分の1、破天荒ですね。まあこんなところで、損がつぶニュース、失礼します。